古い SF の物語では2000年代初期になるとロボットが至るところで使われていると予測していましたよね。でもその予言は当たらず、ロボットによる未来は20年ほど遅れてしまっているようです。ねえ、私はロビーって名前のロボットが欲しかったんですけどね。まあ今のところロボットが街中を歩き回っているわけではありませんが、既存しているものの中にはかなりすごいものもあるんですよ。1、巨大なロボット俳優。今日紹介する他のロボットのように科学の脅威のようなものではないかもしれませんが、それでも名誉ある言及だと言えるでしょう。なぜかというと、これは巨大な火を吐くドラゴンだからです。長さ約16メートル、横幅12メートル、重量は11トン、さらに約11リットルの液体ガスタンクを内蔵し、口から 1.5 メートルの火を吹くんです。四つ足で歩くことができ、遠隔操作されているにもかかわらず動きも非常にリアルなんです。そして最も奇妙なのは、この巨大なモンスターが実際に俳優であるということ。彼はフルートの竜付き、またはドラゴンバイトと呼ばれる名前の劇に出演しているんです。これはドイツのフィルト・イム・バルトという町で伝統的に演じられている演劇。彼の実際の名前は伝統という意味のトラディションと革新という意味のイノベーションを掛け合わせたトラデイノというものなんです。このような技術の脅威にとってはぴったりの名前だと言えるでしょう。2、トラックとクローによる救助。このロボットは期待されていたこととは逆の方向に進むことを決めたようで、その控えめな外観にもかかわらず目的は重要なものなんです。 T52 エンリューは現実世界では初の人命を救助するためのアイアンマン、またはエキソスーツなんです。この素晴らしいロボットはあらゆる地形を乗り越えることができ、その手は人間の手のように設計されていながら非常に力が強く、クローが装備されています。これらの装備はすべて自然災害の直後にエンリューが人々を救助するためのものなんです。 T52 は巨大なドラゴンではないかもしれませんが、その性能はかなりのもの。高さ 3.6 メートルで長さ6メートルの手を持つハルクのようなロボットは片手で500キロまで持ち上げることができます。さらにロボットの内部から直接操作できるだけでなく、リモートでも操作することができ、エンリューはオペレーターが行う全ての動作を真似することができるんです。 3. 宇宙で使用されているアスレチックスパイダー。ロボットに関しての話なら役に立つタフなロボットと可愛いドラゴンだけで済むわけではありません。真の悪夢のような姿についても目を向けていかなければ。それがまさにロボットの姿なんです。そして NASA が制作したアスレットはまさにその転機だと言えるでしょう。このロボットはローラーの上に乗った金属の雲のようなものなんです。それだけでなく、 NASA が今までに作った中でも最大かつ最も機敏な地球外探査ロボットなんです。アスレットの素晴らしいところは月の探査のためのモバイルプラットフォームであること。天文学者が月で必要とするかもしれないあらゆる種類のモジュールを最大 450kg まで輸送できるように設計されているんです。まだスピードは時速 10km までしか出ませんが、それでも現在存在する月面探査車の100倍の速さで移動できるんです。ローラーを備えた不気味な雲のような足のおかげで滑らかな表面を進んだり、困難な地形さえ登ることができます。合計幅は6メートルなので、これは今までで最大の月面探査ロボットだということになります。4. タイタニックメガハンド。最初の技術革命の際にアセンブリラインと強力なエンジンが手作業を取って代わったように、新しいロボット革命も工場ですでに始まっているんです。新しい自動運転システムと埋め込まれたロボット機能が起動する準備は万端。その中の一つはファナック M2000II と呼ばれる巨大なアームで、6つの軸による動きと部品を持ち上げることのできる強力な力が備わっており、さらに正確な動作をすることまでできます。このロボットはまるで羽を持ち上げるかのように簡単で、車全体を持ち上げて回転させることのできる固定式クレーンなんです。複雑な動作を行うためのプログラムによって 3.6 メートルの範囲で2トン以上の重量を運ぶことができます。
この機械自体の高さは約 4.3 メートルもあるので、他のすべての製造ロボットと比べるとかなり大きいものだと言えるでしょう。5、恐ろしいダチョウロボット。ロボットに関して話すならボストンダイナミクスについて触れないわけにはいきませんよね。まったく、この会社の開発者たちはいつも世界中を驚かせたり悪夢を見させてくれたりするものです。でもこの会社の最大であり、おそらく最も恐ろしいロボットはそれほど有名なものではないんです。それはダチョウのようなハンドルと呼ばれるもので、2メートルの高さで3メートルの長さの二輪ロボット。ハンドルは控えめに見えて最も効果的なロボットの一つであり、理想的な倉庫作業員だと言えるでしょう。1時間あたり最大360箱を整理することができ、15キログラムまで持ち上げることができます。目の前にある箱がどこにあるべきなのかを分析し、間違えずにそこに運ぶことができるんです。ハンドルは2つの車輪で動いているので、バランスを保たなければならず、引きつったような動きをすることもあれば、正しく正確な動きをすることもあります。6、ボーイングのドローン。近い将来、外出するということ自体が時代遅れになってしまうかもしれません。配達の技術はかなり進化してきているので、そのうちにインターネットで購入したものは全てドローンによって配達されるようになることでしょう。ピザや家具、さらにもっと大きなものまでそうなるはずです。皆さんは227キロの重量だと聞いたらどう思いますか？それが現在のボーイングによる最新のプロトタイプのドローンの配達重量のリミットなんです。さらに手動で操作する必要もなく、自分で目的地を発見することまでできます。これは冗談ではなく、長さ 4.6 メートル、幅 5.5 メートル、そして荷物なしの場合の重量は339キロ。このドローンのパワーがどれくらいのものなのか想像がつきますか？もちろん写真撮影やパノラマビューの撮影の時に使用するタイプのものではありません。最近やっと研究所の外で実験され、全てのテストに合格したようです。7、シーハンター。地を這う大きなロボットや車輪のついた大きなロボット、また飛行するものまであるとしたら、もちろん大きな泳ぐロボットもあるはずですよね。国防高等研究計画局、シーハンターの唯一の目的は気づかれずに潜水艦を発見すること。そして最もクールなのは、操作する人間なしで作動することができるということ。シーハンターは非常に未来的で、幅わずか 3.3 メートル、長さ 40.2 メートル。その巧妙なデザインはスパイ映画に出てきてもおかしくないものだと言えるでしょう。そして船内に操縦士がいなくても進むので、計り知れない可能性を秘めています。普通の海軍船に比べるとサイズは小さく、燃料補給のために港にドッキングすることもなく、時速 22.5 キロのスピードで 16,100 キロ移動し続けることができます。それはつまり70日間かかるミッションを停止せずに行うことができるということ。8、イーグルプライム。では本質的な部分について話していきましょう。巨大なロボットによる対決について、ヘビー級のロボットレスリングには絶対的なチャンピオンがいるんです。その名もアメリカンイーグルプライム。日本製の元チャンピオンである恐ろしい四輪ロボットのクラタスですら歯が立たなかったんです。イーグルプライムは重量12トン、高さ5メートルを誇る怪物で、金属製の樽の山を簡単に通り抜けてしまうほどのパワーがあります。軽くパンチするだけで車を動かせるほどの強い腕を2本装備し、本物の武器は備えていないものの、巨大なチェーンソーや強力なペイントボールランチャーや鋭いクロウなどを装備しています。最高のドラッグレースカーのような430馬力のエンジンで作動し、コックピットの操縦士は分厚いスチールのプレートで保護されています。メガロボットによる対決は定期的に行われているので、そのうちにさらに大きなものが現れるかもしれませんね。9、本物のモビルスーツ。ロボットのサイズには結構大きいものから巨大なものまであります。世界最大の人型ロボットの記録保持者はロボットサムライのモノノフです。簡単に言えば44歳のクリエイターであるエンジニアの南雲正明氏の子供時代の夢を現実化したおもちゃだということ。これは史上最大のおもちゃロボットであることも確かで、その高さ 8.5 メートル、
長さ 4.3 メートル、そして幅4メートル。有名なアニメシリーズに誘発された実物のガンダムなんです。当初このロボットはこれほど巨大なものになる予定ではなかったようですが、巨大なモビルスーツを内側から操縦するという夢を実現させるためにコックピットが必要であるということになったようです。モノノフは両足で歩くことができますが、その最高速度は時速1キロ。でも装備されているエアガンはソフトボールを時速138キロで発射できるとのことです。10、特別賞。オートホールは巨大な人型ロボットではないかもしれませんが、このプロジェクトの規模はものすごいものなんです。この1960キロの鉄道は200台の機関車が16の鉱山の間を発掘された鉱石や補給品を運びながら行き来するものなんです。どの列車も人間による助けを必要とせず、完全な自動運転であり、線路に搭載された多くのセンサーが1448キロ離れたコマンドセンターに必要な情報を送信しているんです。マジか。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画を高評価し、お友達ともシェアしてください。そしてこちらのおすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。